後編の由美桂ブラックコレクションへの出演を機会に、より多くの皆さんに日本の最先端のロボット開発技術を理解してもらうため、この愛らしい人間型ロボットの愛称が決定しました。その名前はミーム。未来のミーム、夢と書いてミームと呼びます。ロボットたちの活躍する未来を夢に研究開発されたダイナミックヒューマン、HRP-4C なので、ミームと名付けられました。ぜひ皆さんもミームのサポーターになって応援してください。